ある時ですね、そのフックさん授業に出ていた男子学生がなんかクレーム言ってきたらしいんですよ。で、どういうクレームかっつうと、その男子学生曰くですね、なんか先生は俺にだけちょっと釣れないんですけど、あるいは冷たいんですけど、それ何なんですかみたいな、俺のこと嫌いなんですかみたいなことを言ってきたらしいんですよ。そういうクレームを目の当たりにして、フックスさんが思ったのはですね、私は彼のことをエロティックな対象として見ていることにこの時気づいたのだったとか ので、逆に釣れなくしていたっていうエピソードが出てくるんですよ。つまり、自分は肉体的に反応しているのに、教師だからみたいな形で否認をしていったと。で、それが結果的に男子学生を傷つけてしまった。ということは、エロスを感じているっていう自分を否定してはいけないのであるみたいな感じに行くんだよね。どうですかね、これね。皆さんどう思いますか？同じことをさ、例えばさ、男性教員が女子学生を性的な目で見るっていうこともさ、じゃあ同じロジックで肯定できますかって思うんだよね。フックスさんはさ、フェミニズムは公と私、あるいは理性と感情みたいなものの分割を批判してきた立場なんだから、それを認めるっていうことは、フェミニズム的には正しいんだっていうような形で論を構築していくんですよね。で、まあ、そうっすかっていう感じがするわけですけど、だとするのならば。